今日はこれから風南モールまで、マイクを買いに行きたいと思います。今ゼンハイザーの MKE200 っていうマイクを使ってるんですけど、このマイク割といいんですけど指向性があるんですよね。で散歩動画とか撮ってるとたまにねそのマイクの方向に自分の口がないことがあったりして音のボリュームがねすごくアンバランスになったりするんですね。なので今日はピンマイクっていうのをちょっと試してみたくてそのピンマイクを買いに行こうと思います。で今ここクラークキーなんですけどすぐ奥手に、風南モールっていう、電化製品カメラとか売ってる、ショッピングモールがあるので今日はそちらへ向かいます。今日のシンガポールの天気はこんな感じです。この夕方になると、空がもやがかった感じになることが多いんですけど今日は透き通っています。野生の鶏がたくさんいます。これすごいな、この色鮮やかなやつな。そうそう、羽がすごいな。なあ、立派やな。あ、奥にさ、白い普通の鳩も紛れてるね。でもさ、こっちの鳩ってさ、なんか歩くもめっちゃ速いよな。ここはフォートカーニングパークって言って小さい丘みたいな感じになってます。階段の上をずっと登っていくと何やったかな、ラフルズの住居があるとかないとか、シンガポールを発展させた、イギリス人のラフルズです。風南モール着きましたね。ここが風南モールです。このショッピングモールの3階やったかな4階やったかな、 TK フォトっていうカメラ屋さんがあって、そこでマイク探そうと思います。今はまだゼンハイザーの MKE200 で音とってます。カメラ屋さん、早速じゃあマイクを買ってきます。じゃーん、早速買ってきました。どっか座れるところで、マイク付け替えたいと思います。今日買ったマイクはこちらの、見えるかな、ロードのワイヤレス GO2 っていうマイクです。無線で親機があってポキが2つついてて無線でピンマイクとして使えるっていうマイクです。じゃあ早速これに付け替えて音のチェックしてみたいと思います。今はまだこれ、今使っているマイクはこれゼンハイザーの MKE200 です。これがゼンハイザーの指向性マイクの音です。では続いて、ロードのワイヤレス GO2 に変えてみます。はい、新しいマイクロードのワイヤレス GO2 というマイクに付け替えてみました。音どうでしょうか。ちょっときちんとボリューム調整できてないんでもしかすると音が低く取れていたり高く取れていたりするかもしれないです。でここご覧の通りかなり交通量があってかなりうるさい場所なんで、これできちんと音声がクリアに聞こえてたらバッチリなんですけどね。さあどうか、後で楽しみです。ポキの2号機も試してみる。そう、ちょっと喋ってみて。多分両方入ってると思うねんけど。こちらポキの2号機です。お、入ってると思う。一応レベルメーターが反応してるから。はい、こちらはコキの2号機です。ええな。じゃあ次行こうか。はい、こちらはコキ。トランシーバーのサイズはこんな感じです。あ、
私の手じゃなくてこれを写して。手は分かりやすいかなと思って、サイズ感は。じゃあ YouTube やったらこうちゃん。そんなんせんでも大丈夫。サッシーがやってた。ちょっと私バンドエイドばっかり貼ってるから手が来ちゃう。これがトランシーバーのサイズです。車内、今タクシーに乗ってるんですけど、タクシーだからこのうるさい環境の中でも声をきちんと拾えるかどうかっていうのがすごい興味があるところ。誰が？だから僕がやん。聞こえてそうな気がする。あ、これはちょっと時代が変わるな。このレシーバー本体にもマイクがついてて、ついてるんですけど、一応ヘッドホンジャックみたいな、マイクジャックか、マイクジャックが、ちょっとね今見えないんですけどあって、そこを挿すとピンマイク、普通の有線のピンマイクをつなぐことができるっていう、製品になってます。これやばいな。今ちょっとプレビューでピースして聞いてみた感じだと、かなり車内でもクリアに音拾えてる。これやばい、だいぶテンション上がる。今聞いてて思ったんですけど、まあ、散歩動画をよく撮って YouTube にアップしてるんですけど、まあ、その時に、まあ、音だけ、声だけ入るのもちょっとどうかなって思ってるんですよね。その環境音っていうのも雰囲気を伝えるのにすごく重要だと思うん で、今プレビュー聞いてみた感じだと、環境音もさりげなく拾ってくれてる気がしますね。ハロー、これはかなりいいかも。ロードのマイクはいかがだったでしょうか。初めての無線マイクだったんですけど、かなりいい感じがしました。続いてガーデンズバイザベイで実地テストしてきたので、そちらの方もどうぞ。ではまた。